このチャンネルは、ロコネコの魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、ネコ兄さんです。今回の動画は、タキシード猫と黒猫が新しいまた旅の木のおもちゃと猫じゃらしで珍しくハッスルということでね、月1回恒例の我が家のにゃんこですよ。今撫でてるのがですね、黒猫の月くんって言いますよ。もうすでに11歳のおじさんなんですけれども、新しいおもちゃはどうかな。また旅の木がついておるんですけれども、やっぱねふんふんと匂っておりますが、タキシードにゃんこのくーちゃんが来てくれましたね。くーちゃんも10歳なんですけれどもね、普段ねあんまくーちゃんは遊ばないんですけれども、すきくんはこうやって猫パンチとかしてくれるんですけれども、ふんふんに寄ってるね。やっぱまた旅の木が好きなのかなという気はするんですけれども、どうでしょうか。カミカミしてるよ。なかなか顎の力が強いんで破壊しそうなんですけれどもね。というかね、先日やっぱね破壊されちゃいましたね、また旅の木は。あ、猫パンチしてるやん。結構これ珍しいんですけれどもね。あー、で月が遠慮してるかもしれないですよ。ほんとね、空気を読んじゃうタイプなんでね、月はね。くーちゃんが遊んでるからもう遊ばないか。あー、追いかけようとはしてるんですけれどもね。あ、くーちゃんどっか行っちゃった。でもう一個ね、猫じゃらしの方をね買ってみたんですよね。こういうシンプルなおもちゃの方が遊んでくれたりとかするんですけれども、見てないね。あ、スリーってやってくれる？あ、見てくれた一応。開けてみようかな。お、次くん身を乗り出してるよ。遊びたい。これで遊ぶ？お、猫パンチしてるやんか。そんなね、激しい猫パンチとかではないんですけれどもね、こうやってね、ゆっくりとちょいちょいしてくれますね。で、くーちゃんは匂うだけ？次へちょいちょい猫パンチ。あ、カミカミする。でね、くーちゃんは隣の部屋に行っちゃいましたね。ということで、月くんで遊ぼうかな。あれ、遊ばない。くーちゃん何してるんでしょうかね。あ、月くんも来てくれた。あんま遊ばへんかな今日は。この二人結構仲良しさんなんですよ。じゃあ撫でていこっかな。あ、トントンの方がいいかな。このね、玉になってるおもちゃでトントンされるのがくーちゃん好きなんですよね。で、スリスリやってるでしょ。タンタンタン大好きやんな、くーちゃん。スリーってやってるわ。手でカキカキカキってやっておりますけども、ペロペロしてるね、おもちゃ。手でトントン。あ、何か発見した。何をしておるんでしょうかね。おもちゃを発見したんかな。あ、噛まれちゃいましたけれどもね。ちょっとね、だいぶ興奮してますね、くーちゃん。1年以上前に買ったネズミのおもちゃなんですけれども、今カミカミしておりますよ。猫パンチしておりますが、このね、靴下おててっていうのがくーちゃんのチャームポイントなんですよね。月は遊ぶ？あ、ケリケリするかな。お腹の部分にね、白いのがあるので、本当にね、タキシードを着てるみたいなね、そんな感じになっておるんですけれども。あー、おもちゃで遊ぶ。噛んどるね。ちょっと興奮してるよ。おもちゃ遊ぶ。これ新しいおもちゃ、やっぱカミカミしたいか。猫パンチ、猫パンチ。くーちゃんはね、ほんとカミカミするの大好きなんですよね。噛んでる顔も可愛いよ。お腹をサスサスしてみましたけれども、あ、なんかちょっと噛まれそうやね。あー、手で噛んじゃダメだよ。あー、月くんはマウンティングしておりますけれどもね、実はこれね、グルーミングなんですよね。激しいグルーミングでしょ。まあこのままね、噛んじゃうこともあるんですけれども、今はね、月くんは噛まないのかな。かわいい癒しの時間でしょ。くーちゃんと月くんもね、保護猫カフェ出身なんですよね。それでもね、すごい懐いてくれてるでしょ。毎日癒されておりますよ。もうこの子たちがいてるから頑張れるっていうところは本当ありますからね。あ、別のおもちゃがいい。色違い。うん、遊ばない。なかなかこだわりがある子なんですけれどもね。あ、まだカミカミケリケリしてるよ。これやっぱ好きかな、このおもちゃ。
こっちは猫じゃらしは遊ぶ猫パンチ猫パンチ。今日は興奮して楽しいやんか。え、あ、飛びついてくれるんじゃないの。そうね、クーちゃんってほんとね、個性的に遊ぶ子なんですよね。走り回ってるやんか。ほんとにクーちゃんとはね、10年近く一緒に住んでるんですけれども、未だにわかんないですね、行動が。もう予測できないですよ。お腹トントン、マフマフ、カミカミ。今はカミカミしたいかな。ということで、月くんと遊ぶかな。遊んでくれるかな、それより。月くんもね、遊びたいはずなんですけれどもね、こっち見てるやん、遊んでたら。飛びかかってきそうなんですけれども、大丈夫かな。え、尻尾ピーナー出るでしょ、月くん。どうでしょうか。猫パンチ。ね、遊んでくれてるでしょ。まあ、言うても11歳のおじさんなんでね、激しくはないですけれども、ちょっと走ってくれましたよ。あ、やっぱクーちゃんが気にしてるかな。お尻タンタンタン。月くんのこと見てますけれども、あ、やっぱ飛びついた。またマウンティングしてまた戻ってきた。ねえ、なかなか予想がつかないでしょ。あ、爪とぎしてる。頭トントンすると移動しちゃうんですけれどもね。タンタンタン、頭トントン、あ、どっかいちゃうでしょ。もう遊ばへんか。あ、ちょいちょいしてくれた。ちょっと袋隠してみようかな。こんなんと、こんなん。あ、ちょいちょいしてくれる。かわいいやんか。月はね、小柄なんでね、子猫ちゃんみたいなんですけれどもね。でももう遊ばへんかな。ちょっとまったりし始めたかな。どうでしょうかね。あ、それでは撫でていこうかな。撫でられんのも結構好きなんですけれども、もうちょっと遊びたいか。あ、でも一応反応はしてるか。なかなかね、タイミングがわからないんですけれどもね。もういい？遊ばなくていい？あ、でもやっぱおもちゃ気にするやんか。クーちゃんはどう？遊ぶ。あ、月くんまた来た。そう、クーちゃんのところに来るとね、毎回来るんですよね、月くんは。ねえ、クーちゃんのこと大好きなんですよね。スリーってやってるでしょ。あ、クーちゃんこっち来るか。まだこの狭いところ入っておりますけれども。じゃあ、撫でていこっかな。お尻かっこいい。お腹触るとね、噛もうとするんですけれども。噛んでる時のね、顔大好きなんですよね。毎日ね、こんな感じで遊んで癒されておりますよ。皆様いかがだったでしょうか。クーちゃんと月くんは本当に可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。元保護猫との幸せな日々でした。最後は月くんを撫でて終わりたいと思います。